五面東町停留場は、高知県南国市五面町三丁目にある土佐電、交通五面線の路面電車停留場。東停留場は1911年5月、土佐電交通の前進土佐電機鉄道により、五面中町通り停留場から東停留場までの区間が開通し、五面線が全通したのに合わせて開業した。当時は、五面線の終点であり、五面町停留場と称した。 1922年には、五面東町通停留場へ改称している。1924年になると、後に、土砂電気鉄道空き線となる五面定管の鉄道が、高知鉄道により開業。これを受け、翌1925年に、五面線の軌道は、東停留場から五面駅前まで延伸し、新たな終点五面町駅前停留場が開業した。なお、 停留場名を五面東町停留場に解消した時期については不詳である。五面東町停留場は五面線の平洋軌道区間にあり、道路上に軌道が敷かれる。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配置される。線路の北側にあるのが五面町方面行き、南にあるのが針間や橋方面行きの乗り場。 ハリマや橋方面は安全地帯が設置されるが、五面町方面は何もない。停留場の両脇にはタクシー乗り場がある。東停留場より先、五面町停留場までの区間は専用軌道。かつては、ハリマや橋方面の五面西町停留場までの区間も専用軌道だったが、1933年に実施された県道の改修工事により、併用軌道化された。 ABCDEFG、土佐電鉄が走る町根弱100.156から百五十八ページ。ABC、土佐電鉄が走る町根弱二十四から百二十六ページ。ABCDEF 今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳十一中国四国、新庁舎、二千九年六十一ページ。ISBN 九百七十八から四から十から七十九万二十九から六 1926年、商船五面駅までの開通に伴い五面町駅に、改称、上野広と、都佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、 35.90ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。AB 川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、293ページ。ISBN 978から4から794216151。路面電車は行く高知高知新聞社。 1998年82ページ。ISBN4 から875032684。土佐電鉄が走る町根尺93ページ。ありがとうございます。